こんにちは、速稼塾の久保です。今日はちょっとね、私の思い出話を聞いていただくて、この動画にするんですよね。私店舗をね、20店舗ぐらい閉店したっていうかね、どこもね赤字で、もう火の車でございました。つい最近のような気がしますし、ずいぶん昔のような気もするんですよね。でもその模様を一部ね、やっぱ YouTube に残してるんですよ。お店を閉店するときとか、会社をね潰すときって、それはね、クビになっていく社員も辛いでしょうけども、その会社を育て上げて、作り上げて、多くの人を採用して面接して、まあ本当に自分のね、子供のような感じなんですよね、自分の会社っていうのは。で、どんな時でも自分のお店がそこにあったりとか、新聞広告に載った時の感動とかね、それから私の採用募集を見てですね、フリーペーパーで見て、アルバイトに来たいんだとかね、社員になりたいんだっていうふうに、まあ、会社の門を叩いてくれた方、そして面接をして社員として働いていただいてですね、まあ、いろんな時を一緒に乗り越えてきた。時にはね、厳しいことも言わなくてはならなかったですし、時には社員の、まあ、恋愛話にね、花が咲いたりとか、そんなドラマがあったんですよね。で、今年2020年、多くの方が職をなくされたりとかね、会社もたくさん倒産しました。店もたくさん潰れたでしょ。お辛い状況だったと思います。まあ私はね、感染症とかなくてもそんなこと全然話にもならないぐらい簡単に私の店っていうのはね潰れてしまって、まあそれはそれでね、まあ辛いことだったんですけども、そういった私のような商売を乗り越えた方でも、今年はさらにね大きな打撃があって、しかも何の支援もなくって、打つ手なしって形でね、本当絶望したと思います。まあ多分私よりもね、すごく苦しいんだろうなと思うんですよ。私は結構ね、自分の苦痛に鈍感と言いますかね、お店がなくなって、会社がなくなって、いろんなものを取り上げられて、わけのわかんないね、契約書とか返済書にいっぱいサインしましたよ。で、そのサインした契約書なりなんなりがずっとね、私の生活を奪ってきたと言いますか、まあ自分でやったことなんですけどね、数年にもわたってその後、返済という形で私に支払いを迫ってきて、全ての返済が終わったのって本当3年ぐらい前なんですよ。で、その時までね、膨大な返済が毎月ね、何十万という返済をしてきましたしね。で、ある一定のところで一括返済ができたんですけども、私自分の戒めとして一部返済を残していたんですよね。で、その返済が最後の一回で終わった時に、あ、本当に終わったんだなと、なんか妙な気持ちなんですけども、借金の返済ですらちょっと愛おしかったですね。まあそれは今みたいにちょっと楽になったから思えることかもしれませんけども、やっぱりね、なんか先が見えない人生とかね、今までできていたことができなくなるとか、自分がずっとやっていたお店とかがねなくなって、その同じ場所に知らない人のお店がポンと入った時って、私はね、その広島っていう町から用済みというふうに烙印をされたような気がしましてね。で、まあ、旬としょげることもなく、奮い立っていって今に至るわけなんですよね。まあ、それというのも、YouTube をご覧になってくださってる方からの応援や励ましがあって、当時の YouTube の再生数なんてのは、本当ね、100回行けばいい方って形だったんですけども、ずっと続けてきて、今は、まあ、数万回の再生をしていただいたりとかね。その中でコメントをたくさんつけていただいたりとか、中にはまあ批判とかね、ご指摘お叱りもあるんですけども、その多くが心温まる励ましであったりとかね、本当に救われてきたなと思うんですよね。私40歳からやっと何か始まったような感じがして、初めてそのインターネットってものとかスマホってものを手にしてね、今までやらなかった自分になっていこう、今までできなかった自分になっていこうと思って、それこそね、不慣れな中いろいろなことをやってきたんですけども、まあ、今ねこうして48歳になって振り返ってみると、48歳の私はですね、40歳の時までに持っていなかったものが、なんかいろんなものがね、いただけてるかなと、支えられてるなと思うわけなんですよね。人との出会いもそうですし、まだどんな方か全然わからないコメントを書いてくださる方に対しても恩を感じてるんですよね。まあ、これからますますね、その感じた恩の恩返しをしていかないとなと思ってるところなんですけどね。まあでも本当切実な思いを見るにつけ、なんかね、私も、まあ、大きな
落ち込んだところから今にこう来てるわけなんで、その間に見てきたこととか感じたことをね、少しでも皆さんにお分けできたらなとは思うんですよね。まあこれからまだまだ私にも役割があると思いますし、お手伝いできることがあると思いますんでね。で、何人かの方は私に、まあ、政治家になってね、久保さんの目線、そしてその考えで、正してほしいものがあるというふうに期待してくださってます。これ私も考えてないわけではないんですけどもね、果たしてね、その政治の世界が、日本という国が私を必要としてるのかなと自問自答する日々でございます。まあ私はね、会社一つ、店舗一つ守れなかった人間ですから、地域や行政や国を守れるかっていうと、まあ、ちょっとその力量はないと思うんですよ。ただ私のその力量のないところは、私に期待してくださってる方がいろんな知恵とかね、現実を教えてくださると思いますんでね、今まで通りコメント欄などで。だからとりあえず矢面に立ってみるかなって気持ちでいっぱいです。先日山本太郎さんにお会いして、そしてそのもうちょっと前、半年ぐらい前は N 国党の立花隆さんにお会いして、国政政党の党首の方に私はね、この1年でお二人お会いしてるんですよね。国政政党っていうのは9つありますから、そのうちのお二人に会えたっていうのは私の中でも大きな出会いだったかなと思います。多分ね、公明党の山口代表っているじゃないですか、創価学会に入られてる方でも代表に直接お会いして、それこそね、この50センチ先で対峙したことってあんまりないんじゃないかなと思うんですよ。あれほど大きな組織に入ってる方でも、そしてその関連団体であるね、創価学会に入ってる方でも、その山口代表に対しての距離ってのはすごく遠いんじゃないかなと思うんですよね。そう考えていくと、多分国政政党の代表に直接半径 1メートル以内で会った方ってなかなかいないんじゃないかなと思うんですけど、私の場合はね、今年お二人の方にお会いしたということで、しかも会いたくて会ったんですよね、これがね。だからなんかね、引き寄せられるものを感じるなっていうのと、あとは私に期待してくださる方がケツを押してくれる部分っていうか、背中を押してくれる部分にも感じるものがあって、まあなくはないなと。まあ、時間も多少お金もあるし、あとは家族の理解もあるんで、今小さな町のね、町内会長してますけども、町内会長といってもね、やっぱり行政機関の、細分化された組織の一つですんで、まあ似たようなものかなと町内会長の次はなんとか議員とかになってもいいのかなと。もちろんね、その世界のこといろいろ知らなければなりませんけども、まあこれからそういうことも考えながら、まあいろんな店をね潰してきて、いろんな会社を潰してきて、ただ誰一人私はね、返せなかった借金はないです。全部返してきました。だからそれだけはね、せいせいしたところですね。私が借金を返さないことによって、返してもらえない人ってものすごくかわいそうな目にあっちゃうんで、そこはね、逆立ちしても払っていくぜっていう気持ちで、まあおかげさんで、なんとかお金の問題は解決して這い上がってきたかなと思いますね。いや、抱えた負債、今考えると恐ろしいですね。通常、35年ぐらいで返さないといけないような金額だったんですけども、もっとですね、もっと、税金もたくさんあったし、借金もたくさんありましたんでね、それこそね、億っていう金額じゃないと返済できない金額でした。まあでもなんとかなった。なんとかね、この体があれば、元気があれば、希望があれば乗り越えていけるんじゃないかなと、私は自分の人生見て思いますね。ただ他の人の人生にこれが当てはまるかっていうと、それは分かりませんので、自分ができたからみんなもできるでしょっていう論調にはなんないですし、私は自分に対しては自己責任って考え方でやってきましたけども、私以外の人に自己責任を押し付けるつもりはありません。誰かの手伝いを持ってですね、復活できるんだったらそれに越したことはないですし、応援してくれる人をもしね、味方につけることができるとしたら、それはその人の力量だと思うんですよ。で、私はちょっとね、応援してくださる方が一番危ない時っていなかったような気がするんですけども、でもね、きっと私が気づいてないだけで、多くの方が助けてくれたんじゃないかと思うんですよ。それこそね、久保さんが復活することを期待してるよっていう風なエネルギーだけでも、このね、波動の世の中でその波動が伝わって、私の原動力、どこから来るか分からないようなね、モチベーションになったんだと思うんですよ。まあ、そうなんですよ、今日の動画の結論ですけども、まとめなんですけども、私はね、どっからともなくいつもね、やる気が出てくるんですよ。多分私はそれね、内側から出てくる自分の生まれついてのものだと思ったんですけども、ちょっと違うなと思いましたね。多分心の中で
私個人に期待してくれる人、誰かが何かをやってくればいいのにっていうな、そんなね、いろんな方の期待の波動が私の中にこう集まってきて、私を突き上げてるんじゃないかなと。そういう意味で言うとね、いろんな欲望や願望や憤りや不条理を感じている方の思いが私の原動力になってるんではないかなと、半ば無理やり解釈して今日に至るということでございます。じゃあこんなところですかね。はい、ご覧いただきましてありがとうございました。まあ本当にね、見てもしょうがないような動画だったと思いますけども、私が、ね、いくつか人生を振り返った時にこの動画を見てね、あ、48歳の自分はこんなことをしみじみ思ってたんだなというふうな、そんなね、苦笑い動画ということでございまして、私から私に送るメッセージみたいなもんでございます。では、お付き合いいただきましてありがとうございました。